今日はですね、DIY サウナの全てを設置編ですね、お届けしたいというふうに思っております。こうやって組み立てるんですね。では、早速中をちょっと見ていきたいと思います。では、オープン。ほー、アリコンチャンネルご覧の皆さん、アリムラコンです。いよいよですね、このサウナカスタム DIY 企画、動きました。今日この後ですね、あの僕の敷地内の家のところにサウナを、屋外サウナを置くんですけども、現段階のいよいよサウナ、これがあの昔ね、ちょっと大工さんですが作った DIY の手作りサウナ、ちょっと中見てみましょう。これですね、あ、テントサウナでございまして、もうこの辺やっぱり色の落ち方がもう雨ざらしなので、だいぶ色が落ちてしまったんですけども、中に、はい、あれですね、ちょっとミサストーブですね、はい、ググって寄っていただいて、はい、このミサのストーブがね 4.5kW なんで、かなりあのパワーはあるので、室内がね、ちょっと室内もぐるっと見てみましょうか。こんな感じのね、室内でございます。今もう床ももう剥がしてですね、はい、いよいよここからこのまず外側の、これなんていうメーカーだっけな、コストコとかに売ってるんですよ、この外側のやつ、はい、これをもうまず外しちゃって、一旦ここをさら地にします。で、もう2年ぐらい使ったですね、このテントサウナともおさらばでございます。ただやっぱね、これ簡易的なものなんでね、ちゃんとしたマイサウナさんの屋外サウナを、ホームサウナをやっぱり手に入れたくなっちゃったんですよね。なので今日はですね、その DIY サウナの全てを設置編ですね、お届けしたいというふうに思っております。それではいよいよこのサウナともさよならです、はい、ちょっと悲しいです、ただいよいよね、新しいサウナが今日はクレーンを釣って登場しますので、ここからね、グーンとね、ちょっと見えますかね、グーンとここから、頭出してきますので、こうご期待といったところですね。はい、ということで、ぜひあの DIY でね、あの自宅でホームサウナやりたい方はぜひこの動画、チャンネル高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。これが今まっさらな状態になりました。なのでここに次のやつが来るという感じになります。はい、ここでサウナの鉄人香山さん登場です。よろしくお願いします。今、まさにサウナ DIY でホームサウナ組み立ててるんですけど、クレーンでするじゃないですか。これはそのまま建材がプラモデルみたいな感じですよ。部品部品がこうやって届けられて、すいません、で、じゃあちょっとだけ、そしてこれがそれぞれの部品部品が届けられたのをこう組み立てていくとすごい簡単にできちゃうっていうのがこのホームサウナの特徴なんですけど、アルさん、これ初めて見ませんでした？はい、こんな組み立てるところから見るのは初めて。すごいですよね。これはね、おそらく椅子部分ですね。はい、続いてですね、こっちの側面の壁が来ました。窓の位置とかも全部指定しました。はい、これでもここまでカスタマイズできると、かなりいろんな家とか、はい、マンションの中とか入れ替えありますよ、ね、はい、ね、ちょっと驚きました。さあ皆さん、いよいよ屋根が届きました。こうやって組み立てるんですねいよいよ屋根が上に着く作業ですね。はい、お任せします。早いですよ、今作業開始して2時間も経ってない感じ。おう、はい、さあということで、いよいよ、マイホームサウナ完成です。ありがとうございます。いやいやいや、ありがとうございます。もう組み立て自体はもう本当早いですよね。ただはめてはめて屋根やって終わりっていう、はい、めちゃくちゃ早かったです。じゃあちょっと早速ですね、ちょっとルームツアーをしていきたいなと。じゃあまず外装からいきましょう。これあのウォールナット仕上げになっておりまして、外側にこれ電源があってですね、これをこうやると、はい、今中がちょっとまだ後で後ほどやりますけども、こういう毛布ができますよということですね。あと屋根が結構大工事でしたけども、綺麗にはまりまして、はい、ぴったりですね、寸法もね、はい、では早速中をちょっと見てみたいと思います。ではオープン。ほー、ではちょっとサウナの、こだわりのポイントをいくつかいきたいと思いますけど、
まずこれ、ミサストーブですね。これですね、このミサストーブ。これ4.5kW で、かなりこれ石は前のものから同じく積んでおります。で、もう今、運転の、じゃあちょっと点灯式もうやっちゃいましょう。はい。どうせ温めるの時間かかるんで。いきます。じゃあ皆さん、ご紹介いただいてもよろしいですか。いきます。3、2、1。着きました。着きました。ありがとうございます。ということで今ちょっとね温めながら、はい、もうこれどうせ時間かかるんでね、ちょっと説明していきたいと思いますけども、でこれがセラミックっていうのかな。はい、これは要はだから熱に強いっていう耐火シート、うん、それからあとやっぱり中に光が入るので窓がですね3面あるんですよね。はい、横長と扉と、あとこっちの上からも様子が分かるんですね。結構日光が昼間も明るい、うん、明るいですね。さあそしてじゃあどんどん紹介していきましょう。これ2段になっておりまして、1段目はなんとこれね、可動式にしてます。というのはじゃあちょっと説明します。はい、せーの、おー、まあ、こんな風に要は人が通るときにこうストーブの周りがやっぱりどうしても危ないので、ちょっとこういう風にして通れる分のスペースを確保してるという感じですね。で、引き出すときはこれ自由にできるんで、例えば階段ぐらいにステップで上に行きたいよっていうときはこれぐらいにして、まあこれを足掛けにして、こういうことですね。でこれね2段目を60センチにしてるので、わりかしこう油がかける、はい、おじさん2人でもしっかり油がかかるという感じになってます。あとこのライトやっぱいい感じっすね。これ夜になったらもっとなんかエモい感じになると、マルコンさん好みのちょっとエモい感じ、はい、いやいやちょっと言葉にトゲがあるなでもエモいのは大好きです、はいはい、エモいじゃないですエロいじゃないです、はい、この L 字のこっち側もちょっと来てみましょう。あ、なるほど、こっちもあれですよ、油かけます、こここっちもいける、だから1,2,3,4,5,6 人は詰めれば、はい、まあ7人ぐらいはいけるかなという感じの広さ感ですかね。はい、いやーちょっとエモいですね、はい、エモいですねじゃあ早速ですね、この後、鉄人と共に、ちょっと試運転をして、大体どれくらいの温まりなのか、はい、あとローリーも結構今もうすでに暑いですけど、結構汗かいてきました。はい、どれくらいなのかをちょっと試してみたいと思います。さあ皆さん、はい、あ、ちょっとここからあれですね、ニューカマーが入りました。ちょっと鉄人からご紹介いいですか。はい、グランサガールっていう、まあ、サウナフェスのイメージガールをやってるエナちゃんです。エナです。エナちゃんよろしくお願いします。いやエナちゃん、はい、実はこれ我々、初なんですけども、そうなんですか。今日午前中から搬入して、わずか3時間でこれです。早くないですか。早い、俺もびっくりしました。3時間でできちゃうんですね。エナちゃん結構サウナでいろいろ施設回ってるんですね。回ってますね。ホームサウナって行かれたことあります。初です。あ、そうなの。なるほど。どうですか、パッと見た感じのこの雰囲気。最高ですね。家にあったらめちゃくちゃいいですね。 ありがとうございますということで早速ですね、ハウフースで仰ぎながら初ローリーをしたいと思います。イエイ、行くよ。いやこれ楽しみだね。でカメラさんは途中で危ないなと思ったらもう外側から撮っていただくという感じになります。ではちょっとずつ行きましょうかね、はい、では行きます。ゆっくりね、ゆっくり少量。結構暑いですね。暑いっすか。暑いっすか。めっちゃ暑い。暑いっすか。暑いっすか。いやいや、ちょっと鉄人の汗もだから鉄人さんやばい。バカになってますよ、本当に。汗めちゃくちゃかくな、これ。取り方、うわー、取り方が取り方の癖がすごい。癖が落とすか。おかしいな。顔は。アビッチュ。めっちゃ暑い。暑いっす。いやー、これかなりいいですね。ということでちょっとサウナの鉄人にですね、ちょっと今日のこの感想をいただきたいと思いますけども、ホームサウナいかがでしょうか。最高ですね。はい、やっぱり今までにないこのカスタムオーダーで、昔ほど高くなく、まあ、気軽に入れられて、こんななんか最高体験を仲間内でできる空間と、はい、
感じはあります。やっぱりこれからのサウナの未来は明るいなと思いました。ちょっとえなちゃん今日ね急遽お越しいただきましたけど、はい、いかがですか。いやこれ家に欲しいです家に欲しい。だってなんかあの気にせず入れるじゃないですか。はいはいはい、それがめっちゃいいので。なんかその個室サウナとかって意外と高いかったりするので。そう最近個室サウナね、確かに高いのあって。あね、でちょっとここ向こうから朝から富士山見たりとかしたからね。ということでいや今日はあの朝早くから説明もありがとうございました。はい、えなちゃんも途中から参加ありがとうございます。ということでぜひね、はい、あのサウナマイサウナさんちょっと自宅で作るの興味あるよという方はですね概要欄にリンクを貼っておりますのでぜひ皆さん素敵なサウナライフチェックしてみてはいかがでしょうか。じゃあチャンネル高評価そしてチャンネル登録もぜひお願いします。お願いします。はい、それでは、次回もみんなでサウナティーク、ありがとうございました。お疲れ様です。うまっ。うめえ。これなんですか鉄人このドリンク。うまっ。これ新しく出た、はい、サウナの前に飲むと、はい、めちゃめちゃ整いやすくなる、加速するエナジードリンクです。なんていうのこれ。 ASAP って。 ASAP、 へえ、すごい。加速していこう。すごい、ね、行きましょう。いいね。なんか今までオロポしかほら選択肢があんまりなかったから。そうそう、サウナの前に飲むことによってさらに整いやすくなる。すごい、はい、ちょっと僕も後に飲んでみます。ぜひぜひ。うまっ。